おはぴーよ、ひなぴーよ、おはぴーよ、ひなぴーよ、絶望プリズン始めていくよ。はい。ちょっとこのさ、BGM が良すぎてめっちゃ歌っちゃったわ。いいね、これ。すっごい好き。とりあえずもう、過去を知れましたっていうところで、次進んでいこうか、早速。よし、行くぜ。それから数日後。健康観光。あれから数日が経ち、俺たちは今まで通りの学園生活を送っていた。それでは、これから全校集会を始める。まずは、理事長先生からの話だ。コツコツコツ。ごきげんよう、諸君。今日は、あの日以来、生徒会長はなぜか学校に来ていない。聞いた話だと、体調不良で休んでいると言ってたけど、もしかして、また理事長と何か揉めたのかな。それで学校に来れなくなってるんじゃ。今日にでもみんなでお見舞いに行くか。その時だった。バツン！あ！出た！っていうかさ、この音楽流れたじゃん、その事件を起きる前に。これ、ふみちゃんが作った曲だったのかもしんないね。でーでーでー、ギャオリャオギャオ、ギャオリャオギャオ。いいな。なんだ、電気が消えたぞ。それにこの音楽は、これって、明るくなった。ねえ、あれ！一人の掛け声で、みんなが一斉に後ろを振り向く。あれは、わお！そこには生徒会長の姿があった。いや、かっこよ！ねえ、あの人って。あの歌い手のノーネームさんじゃない？うそ、ほんまだ！一体何事だ？突然驚かしてごめんなさい。今日はみんなに私のことを知ってもらいたくて来ました。ざわざわ。私の名前は、黒木文。この学園の生徒会長です。え？生徒会長？嘘でしょ？文、何をやっているんだ？お父さん、私もう決めたから。お父さんに決められた将来なんていらない。私の将来は自分で決めるわ。お前、何を言って、とにかく早くやめなさい。ちょっと待ってください、生徒会長。あ、間違えた。理事長先生。どうかちゃんと会長の話を聞いてあげてください。俺からもお願いします。君は里見くん？もしかしてあの時の協力者って。お父さん、私本気だから。ふみ、ざわざわ。会長、歌って！私も聞きたい。体育館ライブですか。いいですね。盛り上がってきたな。なかなかいいじゃねえか。みんな。ああ、いいね。いい一枚絵。これって、あれ、消せる？この部分。消えないか。これだ。これが私の求めてたもの。それじゃあ一曲目、聴いてください。すごい。激しい音楽に合わせて生徒たちは大歓声を上げている。その光景はさながらライブ会場そのものだ。そして中心で歌う彼女はとても自由に見えた。いいね。やっぱ自分の本来の姿が戻ってくるってすごいよ。もうだってやっぱコナン君はダメだよ、キャラかぶりしてるから。個性出してこ、個性。数時間後、ガチャ。こんばんは。あー、やっと来た。待ってたぜ。ごめんなさい、遅くなってしまって。黒木文の歌い手バージョンの姿、ネットではそこそこ有名人で女性のファンも多い。そのカリスマ性から狂気的なファンもちらほらいる。なるほど。いや、素敵だね。てか絆創膏貼りすぎでは。何、虐待でも受けてる？
いや、かっこいいな。てか思ったよりおっぱい大きい。めっちゃナイスバディ。あ、ギャップ。もしかして先生たちに怒られてたんですか？ええ、まあこっぴどくね。あんなに派手なことしたらそりゃ怒るよな。でもでも、すっごくかっこよかった。さすがだよね。そんなに褒めないで、照れるから。はあ、照れた顔も超かわいい。そういう風に超かわいいって言うルイくんがかわいいよ。あー、かわいいよ。おい、ルイ、落ち着けよ。あの、ノーネームさん、よかったらサインもらっても。そんな堅苦しい呼び方しないで、フミでいいわ。あなたたちは私を救ってくれた恩人なんだから。そんな恩人だなんて、なんか有名人にそう言われると照れるね。うん。いや、それにしても僕たちもドッペルゲンガー胎児が板についてきましたね。むしろオカルト部っていうか、ドッペルゲンガー胎児がメインになってる気がするけど。そういえば、みんなは他にも私みたいな人を救って回っているの？そうだよ、私も救われた一人で。私もなんだ。まあ俺もだな。そうだったんだ。そうだ、もしよかったらフミちゃんもオカルト部に入らない？え？ほら、私たち同じような境遇だし、一緒にいた方が楽しいかなって。あ、でも生徒会と音楽活動もあるし忙しいか。うん、嬉しいわ。みんながいいならぜひ仲間に入れて。もちろんいいに決まってるじゃん。生徒会長が入ってくれたら来年の部費も増えて。私はズルはしないわよ。う、残念です。はーい、それじゃあみんなグラスを持って、ふみちゃんの入部とオカルト部の復活を祝して乾杯。乾杯。ガヤガヤ。みんな楽しそう。よかった、以前のオカルト部だ。一時はもう元の関係に戻るなんて無理だと思ったけど、俺の元に届いた脅迫文、俺たちを襲ったオカルト部のバッジをつけた人物、ここ数日いろんなことがあったけれど、やっぱりあれは犯人が俺たちを疑い合わせるための罠だったんだ。あ、そうだ、せっかくだからアブさんに何か作ってもらおうよ。ナイスアイディア。アブさん？ここのバーの店主なんだよ。見た目はちょっと怖いけど、中身はすごく可愛い人なの。そういえばさっきから見かけないね。俺ちょっと奥を見てくるよ。あ、ありがとう。アブさんは奥の部屋かな。ガチャ。奥の部屋に行けるの？アブさん？電気が消えてるってことはいないのかな。ごつ。嫌な予感だよ。ん、何かが足に。それアブさんじゃない？大丈夫？蹴ったんじゃない？え、これは手？もしかして、キャー！そこには倒れているアブの姿があった。アブさん大丈夫？気絶してる。一体何が？とにかく早くみんなに知らせないと。バジジジイ！どさ、なんだ、スタンガン。おい、お前らは警告を破った。だからこれから罰を受けてもらう。一体何を？そして俺はそのまま意識を失った。やべえ展開だ。やべえ展開だけどライフ 4か。じゃあ残り2になるけど進みましょうか。第6章、絶望プリズン。おい、起きろ。誰？なんだ、教室？やっと目が覚めた。大丈夫か？
ここはどうやら学校みたいですね。私たちも今さっき目が覚めて気づいたらここにいて、さっきまで私たちバーにいたはずじゃ。ったく、一体何が起きてんだ。そういえばあの時どうかしたの。俺が気を失う直前、あいつに話しかけられたんだ。あいつ？シロを襲ったあの謎の人物だよ。え？あの場にいたの？うん、奥の部屋に。あいつはこれから罰を受けてもらうって言ってた。罰？なるほど、それで僕たちは学校に連れてこられたってことですか。でも罰って一体？もしかして私たちを殺すとか？嫌だよ、死にたくない。落ち着け、マチ。でも。とにかく、早く学校から出ないと。どうやら、窓も開かないようになってるみてえだ。そんなことできんの？超人じゃん。もしかして私たち、閉じ込められたってこと？そうみたいだな。そんな。落ち着いて。どこかに出口はあるはずよ。そうですね。それでは手分けして出口を探しましょうか。じゃあマチちゃんと私は一階ね。女性だけで行くのは危ねえだろ。俺もお前たちについてくよ。はぁ、待って、ルイ君のことちゃんと女性として扱ってる。ほんとあーしんのすけ君も好きだし、あーもうあー好き。はぁ、ありがとう。しんのすけがいれば安心だな。それじゃあ、信之君は私と2階を調べましょう。信之君の写真がないのがちょっとつらい。わかったよ。俺は素人3階を探すか。ラジャーです。じゃあ、みんな気をつけてね。そして、俺たちはそれぞれ探索を開始した。それからしばらくして、俺とフミさんは2階をくまなく探索して回った。しかし、外につながる扉やトゥルルダズダズトゥーン。しかし、外につながる扉や窓もなぜか開かず、外に出る方法は見つからなかった。うん。コツコツコツ。ガラガラ。あ、フミちゃんたち戻ってきた。2階はどうだった？扉も窓もすべてダメだったわ。そっか。私たちも同じだった。面倒なことになっちまったな。ん？そういえば、あとの二人は？シロとキスケ？まだ戻ってきてないよ。コツコツコツ。ガラガラ。遅くなりました。残念ながら、やはり出口はどこにもなかったです。あれ、シロ君一人？キスケは？はて、僕らは手分けして探すことになったので、もう先に帰ってると思ったんですが。まだ帰ってきてねえぞ。ねえ、なんか嫌な予感がするんだけど、もしかすると何かあったのかも。何かって、とにかく探してみましょう。え、大丈夫？やばいんじゃない？次のパートで遊ぶにはライフが4必要ですが足りていません。5時の回復を待ちましょう。現在時刻19時44分。はい、無理。くそー。めちゃめちゃ気になるやんけ。だし時間も結構短めなので、ちょっとこれ一旦区切って、また次の日とか、また次回撮れる時に撮って、くっつけるって感じにしようかなと思います。じゃあ。一旦さようなら、バイバイ。おはぴよー、どうもひなぴよーです。違うわ。そっか、これあれか、短くて終わったからまた続きやるのか。普通に挨拶しましたね。ライフが回復したので、この幽閉されたオカルト部の次からやるんだったね。あ、そういえばそっか、幽閉されたんだったね。全然前回からまた1週間以上期間が空いてしまって、
その間にちょっといろんなセリフとかを覚えなきゃいけなかったんで、ちょっと内容をね若干忘れつつある。なんとか思い出しながらやっていきましょうね。仲間の失踪からやっていきましょう。はい、消費して進む。調査パートスタート。あ、もう早速スタートなのね。え、ルイちゃんがいるから、まずじゃあルイちゃんから話しかけてく？はい。ここにはいないみたい。早く見つけないと、キスケくんが心配だよ。そうだったね。キスケくんだけが戻ってこねえ。どうしたんだろう。心配だって感じだったんだ。そうだね。俺も別の場所を探してくるよ。なるほどね。オッケー。一人目でちゃんと状況を把握できましたね。あれ校舎さんか、あ、え、あ、そうか。さあ、そうか、そうか、そうだ。ふみちゃんもそうか。入ったから、人数が一人多いと思ってちょっとびっくりしちゃったわ。理事長室行ってみる？鍵がかかってる。今は調べる必要ない。了解。じゃあ、とりあえず、まちちゃんにも話しかけるか。ここには、キスケはいないみたい。あ、すごい。珍しく真剣な表情してるね。どこに行ったんだろう。なんか嫌な予感がする。早く見つけよう。そうだね。俺も別の場所を探してくるよ。 OK。 じゃあ順番に話しかけとくか。シロ君。キスケ君が心配です。早く探しに行きましょう。あ、終わり。 OK。 あとはじゃあしんのすけ君。しんのすけ君のなんか立ち絵、こんななんかサングラスしてたっけ。知らなかった。ここにはいねえみてえだ。なんか嫌な予感がする。早く見つけるぞ。みんな嫌な予感してんね。俺も別の場所を探してくるよ。なんだこれ、こんなんあったっけ。うわっ、なになに。大量の絵の具が床にこぼれている。一体これは。とりあえずじゃあ、あとふみちゃんにも話しかける。ここにもいないわ。確かキスケくんが調べていたのって3階だったわよね。もしかしたら3階のどこかにいるのかも。わかった。俺も別の場所を探してくるよ。オッケー。じゃあ他の場所探しましょうか。屋上。今心臓が、待って待って、死んでない、大丈夫？血だらけだよ。あれはキスケ、キスケ返事をしろ。何かあったの、信之くん。キスケくん。待って、普通になんか、え、目がうつろなんだが。死んでない、本当に死んでない、大丈夫？え、生きてる？え、大丈夫？どうしたんですか、今の悲鳴は。これはキスケくん、キスケくん。おい、キスケ、しっかりしろ。これはこんなにたくさんの血が。そんな、いや、キスケくんが。早く傷口を押さえて、脈を確認してみましょう。お願いお願いお願い。どう？残念だけど。残念だけどって何？死んでるみたい。そんな。キスケ。マジかよ。嘘です。そんなことあるはずない。キスケくん、キスケくん、キスケくん。
シロウくん、落ち着いて。キスケくん、早く目を覚ますんですよ。嘘だ、嘘だ、嘘だ、絶対に嘘だ。それからしばらくの間、誰もその場を動けずにいた。みんなかなり精神的に参ってしまっている。だけど一番心配なのは、ねえシロ、ダメだ、シロは完全に塞ぎ込んでしまっている。あんなシロ今まで見たことない。それもそうだよな、親友の死を目の当たりにするのは相当辛いはず。みんなキスケ君が殺されて辛いのはわかる。でもこのまま何もせずここにいるわけにもいかないわ。キスケ君のことは本当に残念だけど、これからのことを考えなくちゃ。フミさん、これからって今はそんな。フミの言う通りだ、ずっとこうしてても拉致が開かねえ。それはそうだけど。マチさんどうかした？ねえあれ、キスケの手に何か握られてない？本当だ、あれは手紙？ペラ？ちょっと読むの怖い、ちょっと鼻垂れてきたし、ちょっとカットする、ごめん。泣きすぎて思いっきり鼻を噛んだら鼻血が出てきて大惨事になりました。読んでいきましょう。これは。私は警告したはずだ、これ以上ドッペルゲンガーを消すなと。そしてこいつはただの始まりに過ぎない。早くここから出ないと次の犠牲者が出るぞ。次の犠牲者って？このままだとまた誰かが殺されるってこと？そんな。最後に重要なことを伝えておく。キスケを殺した犯人はお前たちの中にいる。私の正体を見抜くことができたらここから脱出できるだろう。なんだよこれ、そんな嘘でしょ。この中にキスケ君を殺した犯人がいる？そんなはずないよ。私たちの中にキスケを殺した犯人がいるなんてありえない。マジ？そうだ、これもきっと私たちを疑い合うように犯人が仕向けた罠なんだ。だってこの中に犯人なんているはずないよ。だって私たち友達なんだよ。だけど本当にどれだけ僕たちをバカにすれば気が済むんですかね。シロ、キスケ君を殺し、ましてや僕たちが疑い合うように仕向けるなんて、僕は犯人に怒りが湧いてしょうがないです。シロ、やっぱりそうだよね、これは犯人が仕向けた罠なんだよ。ん？少し、みんな少し待って。
手紙の裏に何か書かれているみたいよ。ペラ。これは、何が書いてあったの？それが。え？さっき、みんなで乾杯した飲み物は美味しかったね。本物のカクテルじゃなくて、ソフトドリンクだけど、ソフトドリンクだったけど美味しかった。でも残念。あれが7人揃った最初で最後の乾杯になるなんてね。なんなのこれ。さっきの乾杯って、私たちがここに連れてこられる前、バーで乾杯した時のことだよね。なんで犯人がそのことを知っているの？だって、あの時バーには。うん。オカルト部しかいなかった。それは。信之君。それはつまり、僕たちの中にキスケ君を殺した犯人がいるという意味ですか？こんなこと、俺も信じたくはないけど、あの場には俺たちしかいなかった。つまり、そういうことになるよね。私たち、これからどうなるの？どうなるのって。まあ、一つ確実に言えることは、このままここにいても、また誰かが殺されるだけ。そうだな。そんな。わかりました。フミさんの言う通りです。私たちの中に犯人がいようがいまいが、このままここにいても何も解決しません。でも、もし調査を進めていって、私たちの中に犯人がいたとしたら、どうするの？その時は、仕方ないよ。仕方ないって。俺だって、みんなのこと信じたい。でも、ここでこうして立ち止まってても、事態は悪くなるだけだ。そうね。私もそう思う。ふみちゃん。とにかくこれ以上犠牲者を増やすわけにもいかない。だったら、やることは一つ。犯人を探すのよ。じゃあ、手分けして調査を始めましょう。1時間後に、教室に集まるということで。なんで手分けするの？手分けしたからこうなったんじゃん。みんなで一緒に調査しなきゃ意味ないじゃん。うん。皆さん、気をつけてくださいね。いつ犯人が襲ってくるかわかりません。油断しないようにしましょう。そうだね。そして、俺たちはそれぞれ調査を開始した。ねえ、信之君。ちょっとなんか辛い、ダメだ。待って。私、本当にキスケくん好きだったんだな。めちゃめちゃ辛い。なんかもうダメだ。なんか精神的にやられている。ん？君と一緒に調査をしてもいいかしら。なるべく2人で行動してた方が安全だと思うの。そうだね。じゃあ、一緒に調査をしていこう。ありがとう。キスケの遺体。ああ、やだもん、やだ、本当にやだもん。キスケの遺体だ。血だまりができるほど残酷な殺され方をしている。出血は胸からお腹に集中しているようだ。多分このくらいで時間がいい感じなんじゃないでしょうか。やばい。せっかく収録を再開したのに、ちょっと私、続けられる気がしない。もうショック、ショック。ああ、もうなんか一言で片付けるのも嫌なくない？なんか辛い。
んな殺されてっちゃうのかな。ルイちゃんも死んじゃったら私もうダメかもしれん。てか本当に他のみんなも大好きだからさ。あーやだ、もうとりあえず次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。